あの YouTube はね、あの数字取るには数字を、数字あのどれが伸びるか、どんなネタが伸びるか、YouTube でどんなネタが伸びるかと、まあその人その人によって違うんだけど、自分に合ったネタで、まあできるだけ楽してな、俺みたいに楽して取れりゃ、楽して稼げらへんねんて、ほんで頑張って編集して、テロップつけて、1時間もかけて編集したのに、数字取れへんなら、俺みたいに垂れ流しで、ね、あのできるだけ、早口で喋って、で、それでなんだ、あの垂れ流しで、あ一本取りで、それで、あだからね、数字をやっぱし取れれば、やっぱ、それだけまあまあ面白いねって、それ数字が全てじゃないよ。俺だって、チャンネル登録に登録してる人は別に、そんなにめちゃくちゃ数字が取れてるわけじゃないけど、面白い、俺が面白いなって思う人は、まあまあいる。だもんで、俺は数字主義かもしれんけど、俺が見る YouTuber は必ずしも数字取れてる YouTuber ではないし、というか、あんま取れてない人の方が多いかな。元ニートタキさんっておったやん。あいつ今何やっとるかや、あいつの古文キャラで、ヒロボーっていうのがおってな。それで、そいつは介護の無資格か。わからんけど、その作業者をやっとって、そいつが動画アップしてんだけど、そいつはそんな数字取れてらへんねんで。だけど、まあ、それなりに面白い。で、なんだ、のぶたくしもさ、意外とあいつ数字取れないんだよな。チャンネル登録者数だけ伸びてて。まあ、俺のスタイルとしては、チャンネル登録者数がそんなに少ない、多くないんだけど、再生回数が結構多いっていうのを目指してんだよな。だから、活動はそれだったわけや。活動すげえな。あいつやっぱ社会復帰してさ、なんだ、一人前の男になった。店長になって。やっぱ人間変わるもんなんだな。多分あいつは意志があったんだよ。あいつ自身は一人前の社会人になることが、一番神だと。そういう思考を持ってたのかもしれない。だけど俺は一人前の社会人になることを神だと思ってないから。俺は芸能人になって、経営者になることが神だと思ってるから。なので、いずれそれを目指してるのは、依然としてある。それで、なんだ、もう一つYouTube でさ、なんだっけ、なんだ、忘れた、もう一つ言いたいことがあったけど、忘れた、なんだったっけな、YouTube でさ、YouTube ってね、やっとるやつね、意外と少ない、インスタってやってるやつ結構多いんだよ。インスタをやってるやつ結構多い。だけどね、YouTuber ってね、あんま意外といないってことがね、俺日雇いでさ、接客の仕事やってるやんね。その時にさ、お客さん話すことが結構あって、日雇いで接客の仕事やっとってさ、その時にお客さんと話すことがまあまああって、インスタはまあまあやってる、まあ若い女の子でもね、若い女の子でも、インスタはまあまあ、まあインスタですらあんまいないかな、やってる人って。見てる人は結構いるかもしれんけど。で、それでね、YouTube もね、意外とね、見てる人自体もね、あんまいない、意外と。スマートフォンっていうのはね、結構本当にみんな持ってんだよ。スマホは本当みんな持ってんだけど、YouTube をね、YouTuber どころかね、YouTube を見る人はね、人自体がね、意外と少ない。だから、さらに YouTuber っていうのは本当ね、結構少ないわ。YouTuber 自体が、底辺 YouTuber 時代以前に、動画を撮ってあげてる人っていうのがね、やっぱりね、かなり少ない。潜在的に。で、その中でやっぱさ、大物 YouTuber とか言って、だもんで、俺なんて余計知らねえよな。だって、YouTube を見てる人自体が少ないわけだから。スマホを持ってる人は結構多いんだけど、YouTube を見てる人自体が少なかったらさ、底辺 YouTuber である俺を知ってる人なんて本当に少ないわけよ。道端で100人聞いてね、街頭インタビューで。俺を知ってる人は、一人いるかいないか、ガチで。これで終わりや。動画終わりで、動画終わりで俺、NHK 見る。NHK じゃねえや。
会社以外の電話が集中している影響で富士は富士俺は富士見るから富士